はい、皆さんこんにちは、ミッチーです。今日もブログアップしていきます。本日はですね、先日購入いたしましたこちら、はい、ソニーさんの 16mm35mmF4G レンズ、こちらをねご紹介していこうと思います。こちらをね購入してどうだろう、もう3日ぐらいかな経ちますけども、いろいろね使ってみました。まあ購入した時に、まあ、開封動画とあとちょっとしたレビューをね、まあ、同時に行ったんですけども、まあ、そちら以降ね、まあ、実際に使ってみてね、感じた部分っていうのを今日はお話ししていこうかなと思います。じゃあまずは簡単な特徴として、こちらの方ね、ざっと見ていきたいと思います。はい、こちらの方はですね、まあ、16mm35mm というね、焦点距離で、まあ、ズームができるレンズになっております。でそして、まあ、F4 という透視レンズになっているので、まあ、明るさがね 16mm でも 35mm でも変わらずに使えるという、優れたレンズになっております。で何よりも、まあ、今までねあったレンズっていうのはどうしてもこういったねズームレンズって重たくなりがちだったんですよね。なんですけども、今回ソニーさんが出したこのレンズっていうのは軽いで、なおかつパワーズームという機能がついています。パワーズームっていうとね、まあ、以前にも APS-C のねレンズとかでもありました 18-105G っていうねレンズがあるんですけども、そちらもね、まあ、デジタル式にこうズームをね、調整してくれるようなレンズになってますが、こちらもねそれと同様、まあ、レンズ部分のね、ズームスイッチっていうのがついております。でそちらをね動かすことによって、まあ、16mm から 35mm までっていうのをこう滑らかにね、ズームすることができます。そしてですね、こちらのズームっていうのが、だいたい今までのズームレンズってズームするとビヨンとね伸びてしまうようなズームレンズ多かったんですけども、パワーズームになおかつインナーズームというものもついております。なので本来伸びるはずのレンズっていうのが、中のねレンズの調整で焦点距離を動かしてくれるので、レンズ自体のね全長っていうのを変えずに使うことができます。でこれがものすごくいい部分でして、まあ、何がいいかっていうと、僕らね映像制作しておりますと、やはりジンバルを使うことが結構多いんですね。でそのジンバル使う時に全長が変わってしまうとバランスっていうのが崩れてしまうんですね。そうすると、まあ、適正な安定した映像っていうのを撮ることができません。まあ、実際撮ってみるとこうガタガタね揺れてしまったりとかっていう風になってしまうので、必ずジンバル使う時っていうのはバランスを取ってから電源を入れるという風で使用しているんですけども、こちらに関してはまあインナーズームになっているので、動かしてもね全然変わらないというわけではないんですけども、おおよそ調整をしなくても十分耐えられるだけの仕組みになっているので、ジンバルに使う際っていうのもすごく使いやすいというレンズになっております。で先ほども言いました通り、こちらね F4 透視のレンズになっているので、まあ、実際ねちょっと F4 じゃ暗いよっていう風にね感じる方見えるかもしれません。まあ、僕も結構ね F1.4 とか F2.8 っていうねレンズを使ってきてるので、まあ、実際のところねこれをつけて撮ってみたら、まあ、やはり ISO を上げないとちょっと暗いかなっていう感じはしました。なんですけども、まあ、屋外でね撮る場合、こういった広角で撮る場合っていうのは、まあ、ほとんどね、F 値っていうのは基本的には絞って撮ったりします。じゃないと奥行きがある部分っていうので、少しねぼかしたくないのにボケてしまったりっていうこともあったりするんですよね。なのでこの F4 っていうのは逆に都合がいい F 値なんじゃないかなっていうふうにも思います。パンフォーカスで撮りたいよっていう場合は F8 とかね、そこぐらいまでね絞って撮ることもあったりしますけども、まあ普通のね Vlog とかでもすごく使いやすいレンズなんですよね。なので、まあ、背景も若干ぼかしたいけど、引いた時にはしっかり撮りたいなんて時はこの F4 ぐらいのね感じで撮れるとすごくね使いやすいんじゃないかなっていうふうには思います。で今話したみたいにやっぱ Vlog でもものすごく使いやすいんですね。何分ねこう軽いっていうのはやっぱ正義だと思います。撮り回しもしやすいですし、 16mm で、まあ、自撮りをすることもしやすいんですね。で 35mm まで伸ばしていくと若干のこう圧縮を使った撮影ということもできます。なのですごく映像制作にも向いてますし、 Vlog にも向いているという感じですね。でこちらがねなぜこんなにも話題になってみんないいよいいよっていうかっていうと、やっぱりねパワーズームっていうのが、すごく便利なんですよね。はい、まあ、何が便利かと言いますと、まあ、通常だとやっぱりズームするときって手でね動かしたりとかしなければいけなかったんですけども、まあ、こちらに関しては、まあ、ズームレバーがねこういうふうについていたりとか、あとですねリモコンを使うことができるんですね。リモコンを使うことで、例えばカメラをねここに置いておいて、遠くに離れて
こういったリモコンを使ってズームするっていうこともできるんですよ。なので実際これ今ちょっとレンズは違うんですけども、今撮っているカメラっていうのをこうリモコンを使ってねビヨーンと伸ばすことができます。まあこれに関しては今ね使ったのは超解像ズームっていうものを使っているので、実際ね光学式に伸ばしているものではないんですけども、こちらのレンズに関しては光学でズームができるというふうになっております。でプラス今お見せした高解像ズームっていうのもつけることができるので、実質ですね僕今撮っている α7S3 というねカメラ、こちらにつけて撮ると、まあ、16mm から、まあ、光学の 35mm まで、そこからね 1.5 倍の超解像ズームっていうものも使うことができるので、実質まあ 16mm から、52.5mm までの焦点距離で使うことができるという、なんとも、ありがたいレンズになっております。そこまでのねズームができるレンズってなるとどうしても重くなりがちなんですけども、こちらはねそういうふうにパワーズームであるがゆえにそういった使い方ができるというふうになっております。やはりねここまでね小さいので、まあ、実際僕はねフルサイズにつけて使ってたりはするんですけども、まあ、ライブ配信でもねやったんですけど APS-C レンズにもすごく相性が良かったです。まあ、実際これ APS-C レンズにつけると 1.5 倍のね焦点距離にはなってしまうので、実質 16mm の部分っていうのは 24mm スタートにはなるんですけども、 24mm でも十分 Vlog とかでもね使えるんじゃないかと思います。でなおかつ24mm から 52.5mm までの焦点距離が使えるということですね。そこからまた、超解像ズームが使えるというふうになっているので、なので APS-C カメラを使うとそういった幅広い使い方っていうのも、できそうですね。であとですね1個ね面白い部分ありましたんでご紹介していきます。こちらのねレンズなんですけども、今までパワーズームレンズって例えば 18-105G っていうね APS-C のレンズ使った時に 105mm まで伸ばして撮影しましたと、そういった時にはですね電源を切ってしまうと 16mm にね戻ってしまうんですよね。でそういった部分って、こうフットワーク軽く撮影しようと思うとちょっとね面倒くさくなってしまう部分があったんですよ。なんですけどもこちらのレンズね使ってみたところ 35mm まで伸ばしても電源を切って再度つけると 35mm からちゃんとスタートしてくれるんですね。でこれは、まあ、ライブ配信でのコメントでもねいただきましたけども、α7S3 とかで使ってる、まあ、ビヨンズ XR っていうね、ものが搭載されてるんですよね。そちらの、影響ではないのかっていうふうにもねコメントいただいたんですけども、僕こちらにね α6600 っていうね普段ライブ配信使ってるカメラがあるんですけども、そちらねビヨンズ XR ではないんですよね。でそのカメラにね搭載して使ってみたところ、 α7S3 と同様焦点距離っていうのがリセットされることなく 35mm からスタートすることができました。でこれはですね、まあ、実際のところ短時間であれば OK なのか長時間になると戻ってしまうのかっていうのはちょっとまだ検証はできてないんですけども、まあ、そのあたりもね今後使っていくうちにまた分かり次第ね皆様にもお伝えしていきたいなと思います。ただ現状では短時間であれば焦点距離っていうのがリセットされることなくそのまま使うことができるっていう機能も備わっているみたいです。それではですねこちらのねレンズを使って、実際のところ皆さんが気になっているであろうフォーカスブリージング、あと AF の速さみたいなのをご覧になっていただきたいかなと思いますので、一度レンズの方を変えていこうかなと思います。それではね今撮ってるカメラにこちらの 1635G のレンズをつけて検証してみたいと思います。はい、ということでレンズの方を変えてみました。いかがでしょうか。カメラの距離ね変えておりません。同じ位置からレンズの方を 1635G レンズの方に、ね、切り替えてみました。なので今これ 16mm の画角になりますね。本当ならここだけで収まっていた絵がねかなり広角ですよね。なので風景撮る時とかもねすごく使いやすいと思います。ではねこちらから先ほど言ったみたいにリモコンを使ってねズームしてみたいと思います。ブイーンと、で実際これ超解像ズームがね入っているので、はい、ここかな、ここが 35mm といった感じですかね。でここから超解像ズーム使えるので、マックスまで 1.5 倍まで伸ばしてみたいと思います。はい、こんな感じですね。先ほどと同じような画面になりました。はい、なのでもう手元でね、こういう風に動かすことができるのでめちゃめちゃ便利だと思います。でこのズームに関してもちょっとお話ししていくんですけども、こういったねリモコンを使うとですね一定の速度でしか
動かすことができません。これ何かもしかしたらね調整して、まあ、速度を変えたりとかっていうのができるのかもしれないんですけども、まあ、現状ではね、リモコン自体には強弱の調整っていうのはちょっとできないので、押したら、一定のスピードでズームするといった感じです。ただですね、こちらカメラの方の、まあ、普通にズームリングとズームスイッチの方で、やっていただけると調整っていうのがねゆっくりだったり早くだったりっていうのを微調整することができるんですね。ちょっとやってみましょう。はい、こちらじゃあ 16mm になりますね。これをゆっくり、はい、寄せていくこともできますね。もちろん早くすることもできます。今これズームリングでやっております。早く寄せることもできますね。この辺は光学のねズームと一緒ですね。なのでこちらもズームリングさえ使えば光学的にこのように動かすことができると。でズームレバーの方ね使っていきたいと思います。ズームレバーの方も、最後までね押し込めばこのような形で、一定のスピードにはなるんですけども、これをねちょびっとだけちょっとだけやってあげるとこんなにゆっくりじわじわと、はい、寄っていくことができると。面白い使い方ができそうですね。はい、で今これ超解像ズーム入ったところですね。はい、いかがでしょうか。こんな感じでねズームっていうのも微調整が効くので、今まではねただ動いてこう追っかけて撮るだけだったり、まあ、近寄ったり遠ざかったりっていうのをねこう物理的にしなければいけなかったんですけども、今回ねこういったズームレバーを使うことによって、まあ、若干のねこう前後っていうのを、まあ、手元でできるようになったっていうのがすごくね面白いとこかなと思います。で、まあ、一点ね、今これ超解像ズーム入った状態で撮ってるんですけども、超解像ズームってデメリットとしてね、若干ですね、横に寄った時とかにフォーカスが外れやすかったりします。基本的にはまあ中央のものにフォーカスを当てるような設定に切り替わってしまうので、なので、まあ、超解像ズーム使う時はね、なるべくこう正面に立って、撮るっていうのが一番いいかなと思います。でそれがね少し使いづらいよっていう方はもうあの超解像ズーム切っていただいて 16mm から 35mm までをね動かないように使っていただくのがいいと思います。じゃあ次ですね、フォーカスの速さですね、こちらも見ていきましょうか。ちょっと超解像だけ外しますね。はい、これで 35mm になります。これでフォーカスがどう動くか見ていきましょう。ちょっと F4 なんでね分かりづらいかもしれないですけども、今これ手に合ってますね。こうすると目に合います。はい、どうでしょうか。結構いいんじゃないでしょうかね。そんなに迷うことなくしっかりと顔に切り替わってくれますね。はい、なので、まあ、フォーカスに関しても、気になるなっていう点はありませんでしたね。ただね1点だけあったんですけども、まあ、YouTube でね仲良くさせていただいている、ヒカルノースランドチャンネルさんのヒカルさんですね、もう同じレンズを購入したんですけども、そちらの方でですね、まあ、自撮りしてる時に、目にトラッキングしてくれてるんですけど、実際のところね見てみるともう顔がねぼやけちゃってるっていうことがありました。で僕の方も今回先ほどそれが気になって外の方でね撮影をしてきました。してみたところフォーカスの方は問題なく顔にね、しっかりとトラッキングして追いかけてボケることなく使うことができていたので、もしかしたらちょっと個体差っていうのがねあるのかもしれないですね。なので、ね、購入された皆さんもねその辺もちょっと気にしてみるといいのかなと思います。で、まあ、ヒカルさんが使ってみるのはね α7-4 というものになりまして、僕は α7S3 ということで同一の検証がちょっとできてないので、細かい部分でね原因がこうですよっていうふうには言えないんですけども、なんか僕が見た感じではもしかして美肌補正が、悪さをしているのかなっていう感じは受けたので、もしかしたらね動画で上がるかもしれないんで、ヒカルさんのチャンネル、概要欄貼っときますんでよかったらチェックしてみてください。はい、じゃちょっとねあのレンズの方元に戻したいと思います。はい、ということでちょっとレンズの方をねまたシグマの 2470 アートレンズの方に戻してみました。やはり明るさがね、だいたい2段ぐらい違いますね。 ISO を2段ぐらい変えないと、まあ、適正な露出にならないというぐらいの差はあります。ただまあ F4 なんでとりあえず光量がねしっかりあれば問題なく使えます。屋外だとね、多分気にすることなく普通に使えると思いますんでね、すごくいいレンズだなと思いました。でまあ、実際解像感に関しても、しっかりね、解像はしていたなというふうには思っています。まあ、確かに G マスターレンズとかと比べるとねちょっとね、解像感、足りない部分あるかなっていうふうに感じるとは思うんですけども、まあ、そちらはねやはりね最高峰 G マスターレンズと、そのね
一つ下になるのかな、 G レンズということで、コンセプトが若干違ったりもしますね。少し柔らかいような、イメージも受けますね。ただね、それでも十分綺麗に写してくれているので、お仕事でも活躍はできるんだと思います。ではね、最後にちょっと気になった部分も少しだけお話しして終わろうと思います。気になった部分ですね、やはりこちらズームレンズ、パワーズーム、インナーズームということで、実際つけて撮影して自撮りとかしているとですね、自分の焦点距離っていうのが今いくつなのかっていうのがすごく分かりづらいですね。頼る部分っていうのはカメラのね、焦点距離だったりとかね、そういった部分でしか見ることができないので、パッと撮った時にどのあたりなんだっけ、 16mm なんだっけ、 35mm なんだっけっていうのを少し戸惑ったりはするかもしれません。そのあたりがね、やはりこうズームレンズ慣れてる方だと、あ、伸びてる、縮んでるっていうので判断してたりするんですけども、パワーズーム、インナーズームになるとその辺が分かりづらいのでね、またこれもね、慣れになるのかなと思います。であとですね、ズームに関して若干やはりね、まあ光学式にこう使ってた方は特にそうだと思うんですけども、若干ラグがあります。まあそれはしょうがないと思います。そういう仕様になってますでね、綺麗に、スムーズにズームするためには、デジタル的に滑らかにするためにそのようになっているので、そこがね、最初は気になる方もいるかなと思いますね。特にね、パワーズームレンズ初めて使う方は、その辺がね、気になるかなと思います。で最後ですね、 1635F4G 価格が高い価格がですね、ソニーストアの方で16万ぐらいですかね、マップカメラさんとかで、まあ、14万8千ちょっとぐらいだったと思うんですけども、結構高額なんですよね。まあこの機能がついてるので、まあ、高額なのは致し方ないかなと思うんですけども、ただまあ、すんなりと手を出すっていうのはなかなか難しいかなと思います。なのでこれがね、10万ちょっとぐらいだったら、皆さんもすごく手も出しやすくなるかなと思うんですけども、14万15万あたりになってくると少しね、ためらう方も多いのかなと思います。まあ、機能的に言うとね、本当に、これからソニーのカメラ使われる方っていうのは、フルサイズにしろ APS-C にしろこちらのレンズね、マストかなと思います。ぜひ、ちょっと高いですけども買っていただいて損はないと思いますんで、もしねこれからカメラ始める方、フルサイズにしても APS-C にしてもレンズを探しの方っていうのは一度こちらもね検討いただけるといいのかなと思います。なんかソニーの回し物みたいになってますけども、それだけね、おすすめできるレンズになってますんで、よろしければ概要欄にリンクの方も貼っておきますんで、チェックいただけると嬉しいです。はい、ということで本日はこちらのね、1635F4G レンズ、ご紹介していきました。この動画参考になりましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは道でした。バイバイ。